SCP-315-JPJ 旅先の誘惑オブジェクトクラスセーフ特別収容プロトコル SCP-315-JPJ の収容は不可能ですが、その性質よりカバーストーリー、旅先の一時的な興奮を適用することにより実質的な収容とみなしています。新たな形態の SCP-315-JPJ と思われる物品を発見した場合は速やかに収容し、関係者にクラス A 記憶処理を施してください。基地の SCP-315-JPJ、および異常性を喪失した SCP-315-JPJ を発見した場合は、特別な収容は可能な限り避けてください。説明。SCP-315-JPJ は異常性を持った物品群の総称です。SCP-315-JPJ は主にお土産屋で売られるおもちゃの形をしており、竜の衣装が施された件、その地方の建造物の低品質なミニチュア、電気的な衣装が施されたマガタマなど、多くの形態を持つことが確認されています。SCP-315-JPJ の異常性は、SCP-315-JPJ を旅行者、以降 SCP-315-JPJ へとする、が視認した際に発現します。SCP-315-JPJ は SCP-315-JPJ に対して非常に強い購買欲を感じ、SCP-315-JPJ を購入します。この傾向は特に未成年の男性に対して顕著に見られます。SCP-315-JPJ の形態によっては、購入後に SCP-315-JPJ を振り回すことにより満足感を得ることが確認されています。また、SCP-315-JPJ を所持した SCP-315-JPJ 同士が遭遇した場合、両 SCP-315-JPJ は高い確率で互いの SCP-315-JPJ を見せ合います。その後、SCP-315-JPJ が帰宅した際に SCP-315-JPJ は異常性を喪失します。SCP-315-JPJ はそれまで抱いていた SCP-315-JPJ に対する興味深さを失い、SCP-315-JPJ を、つまらない、なぜ買ってしまったんだ、と評するようになります。この感覚は SCP-315-JPJ による作用ではなく、SCP-315-JPJ への SCP-315-JPJ に対する率直な意見であることが確認されています。その後、SCP-315-JPJ は高い確率で戸棚にしまわれ、以降 SCP-315-JPJ が自発的に SCP-315-JPJ を取り出すことはなくなります。ほい。財団内で SCP-315-JPJ の調査を行った結果、財団職員のうちおよそ、%が SCP-315-JPJ であることが判明しました。回収された SCP-315-JPJ はサイト8173内の定期検討物品収容倉庫内に収容されました。すっかり忘れていた。新婚旅行の思い出が、買った覚えはないけど。ま、どうでもいいけどね。割と気に入っていたんだがな。また、さらなる調査により O5 議会内で新たな形態を取った SCP-315-JPJ が発見されました。買っちゃったものはしょうがない、部屋の隅にでも置こうじゃないか。そんなこと言ったって、あんなもの何に使うんですか。侵入者がやってきた時に武器として使えるだろう。要注意団体が攻めてきた時に木刀一本じゃどうしようもないじゃないですか。ただいま、お土産買ってきたよ。まさか SCP-315-JPJ じゃないだろうな。何を買ってきたんだ。お土産や。今考えたらいらなかったんでサイト8135にしたけど、